うわ、シーズンパちゃんと暖気したらさ、回転数下がるや。下がるよ。邪魔そう。いいか。でもこれさ、デジタルだからさ、うん、そんなちゃん暖気分ちゃんとメモリが下がるのかっていう。じゃあなんか川崎さ、もう燃料系がもう信用できんもん。あ、全部なるほど。うん。よし行くか。8時ちょうどだ。はい。あ？ちょっと手が先？お父さん先？うん。どこ行くの？内緒。さて行くぞ、さっと。うん。産業道路ですね。うん。そしたらもう竹林や。竹林はいかん。蚊が多いもん。行ったことないけど。だってもう今8時です。10時に帰ってきた方がいいでしょう。うん。だから1時間だもんで、ね、休憩、コンビニ休憩考えるともう無駄な時間ないもんで。無駄な時間は1秒もない。9時になったらもう U ターンして戻ってくるつもりだもんで、時間切れになったらそれで帰る。暑いな、背中が黒いもん。これ全然暑くないね。そうゼロだもん。これで雨降るのかね。でも夜はね、あでもそう結構雲が厚い、縦に長い雲が結構あるか、言われてみれば薄雲じゃなくて。子供会？親父の会とかゴミ拾い会だとか。やばい。うん？演奏。うん。演奏大魔人。うん、なんかお父さんも今日はなんかクラッチの感覚がいまいちなんだわ。暖気がちょっとまだ仕上がってないかもしれない。この先は海です、知っております。あ、その看板だったの。え、海突っ込んじゃう人おるもんじゃな。おや、うん、おると思うよ。夜なんか見えんもんじゃないの。うん、気持ちはいいよ。あと1時間ぐらいかな。ちょうどいいじゃん。ジャスタイム。混んでるな。そうだな。土曜日なのに混んでるっていうか、交通量がちょっとあるな。あれかね、梅雨入りしてもう外出れんと思ってたらこの天気だもんで。今しかねえ。そういう俺と同じ考え。うるせえな。確かに雲がだいぶあれだな、厚めの雲が広がっとるね。それがまとまって、太陽を隠してくれるのが一番いいんだけどね、暑いで。俺全然暑くない。暗いからだよ。そう。でもこれ全部メッシュジャケット、あ、上だけだ。今日下ジーパンくれた、あのジーパンだもん。行くよ。うん、膝パッド届いたもん、膝パッド入れたもんでさ、その調子を見ようと思って。
あ、もう全然そういえば意識してなかったけど、ちょっと風があるのかな。うん、ちょっとね、港水面がちょっとなんかざわざわ気持ちしてるんで。この工事はいつ終わるんだ。ね、でもまだしばらく、うわ、しばらくかかるじゃない、これだけのことしてるだもんで。交通量がなくなったね。すいません、うるせえちゅうに。本当にもう、だって今の段階終わったもん。マイクのボリューム下げよう。スピーカーの。それは自分でやって。あ、今やっ一つ下げた。やばい、マンホールをよくやってない。あ、やばい、また乗っちゃった。右の車線入るわ。すげえ、ランクルだ。誰か。ああ。どこのコンビニ寄る？どこに行くかしら、もうどこにコンビニがあったかな。もうほとんどまっすぐ。どうしようかな。このランクルだっすね。普通にアルフォーに見える。うん、でも新しいやつだろこれ。これが？新車だと思うよ。だってシートカバーしてあるし。なんか。ああ、確かにね。ニュートラルへの難しい。うん。でも二速からね、ニュートラルにね、入るよ。うん、最近お父さん慣れてきて、通勤で使ってるもんで慣れてきたんだけどさ、はい、でもすごいや。すごい優しく入れないと入らん。だよね。うん。まだちょっと今日は下手だからできん。こっからしばらく信号は引っかからないな。だといいんだけどね。なるべく。2速から入りやすいね。1速から入れるより2速指から入れると早やりやすい。それは慣れだ。2速からちょっとやると。優しく。1足から優しくは簡単。1足から、あ、そう、つま先で上げるので、うん、まあ、スニーカーのせいもあるけど。ああ。優しくはできん。あ、電車。名鉄だ。あ、違う。これは竹豊線。竹豊線だと思うよ。いい量や。うん。うわ、入られたんだけど。何これ。私乗ってねえぞ。間違えたんじゃないの。やばい、このまま行くと、インター乗っちゃうわ、と。まっすぐ行くからね。左まっすぐやん。まっすぐ。どっちのまっすぐって。左はもうインターにしか入れんだな。うん。インターには入れませんよ。どこ行くね。しばらく道なりです。よくここから左に曲がってきた。位置とか行くだけど、今日はさらにまっすぐ行きます。よし、やっといた。あれ？え？ロードスターが置いてかれた。ずっとついて後ろの音だね。だけど今は信号で。はい、7。あ、走りやすくなったね。
か随分久しく走ってなかったけど走りやすいな。いますよ。あ、前に本当に大きいのがいなかったらもっとなんか気持ちいいんだね。そうだよ。ちょっと車間開けよう後ろから来ちゃったけど。今フォーテックだから、そして越えていく。あ、いいね、気持ちいいね、ここ。あーするな。あー、じゃあスイカのヘルメットかぶってやるか。ヘルメットかぶる。あ、そういうの買おうかな絶対買えよ。買えないもん。あれ売っとるのかな。いや、売っとらんだろ、あれは。なんか今まで1回ぐらいはプレゼント応募とかありそうだけど、それを転売するとこだろ。あれ半キャップだもんな。うん、あれ半キャップ。いいだもん。なんかでも、のんびり走ってる雰囲気じゃなくなってきたな。ちょっと雨雲に追われて、早く帰らないかんなって感じだったな。そう、そこよりだね。でも流れがいいからな、行けるとこまで行って戻りたいだな。あ、いいね、気持ちいいよ。あ、なんかここでなんか飛ばすとなんか捕まりそうだね。おるかもしれん。おるかもしれんね。あ、これめっちゃ気持ちいいじゃん、ここ下りだし。雨が涼しい。うん、涼しいね。お父さんも気持ちいいもん今。あ、風が抜けてく体を、気持ちいい。体傾いてるのか。早かったね、なんか。って。そう。そういう風に見えた。ここで左に曲がってもいいだけど、まだちょっと時間があるで。今うちを出て30分。30分。8時半だもんね。そうだ。あと30分走って戻らない。それ時間出とる？うん。ある。最近のやつは時計はほぼついてんじゃない？あとシフトインジケーターはだいたいついてるんじゃないかな。デジタルのオートバイでもそうじゃなくて、アナログのやつでもニュートラルとか一速二速のシフトインジケーターは最近のやつはだいぶついてるんじゃない。昔はそんななかったよね。便利。それ見出して慣れてくると便利だよね、確かにね。音楽聴いてる？そうだよ。あ、そうか。サザンオールスターズが終わったから J-POP に戻ってきました。そうか、そうか、そうか。お父さん自分で音楽聴いたスピーカー乗ってきちゃうけど、拾っちゃうけど、人がやってるのはマイクからの音声しか来ないから、気が聴いてる音楽は耳から出てるスピーカーの音だもんで、マイクで拾わないから。なんかいい感じだったね。うん、いい道ね。これ覚えとくといいかもね。一つのその
ちょっと走りたいなっていう時のコースで。あれ。左へ曲がります。久しぶりにウインカーを使ったからウインカーの場所が分からなくなってた。はい、今日の目的地はここです。何道路これは。これは通称ジャンキーストレートといって、延々とストレートが続きます。信号はありません。